You're on course for a visual landing approach into Nice Côte d'Azur. Autothrust is going to handle power management, so our main objective is to control the pitch to stay on the glide slope. The beauty of fly-by-wire means you only need to use the stick when you want to make attitude adjustments. All right, as long as autothrust is on, the speed will be automatically managed. Throttles should stay in the climb detent. Just focus on the trajectory. Remember, fly-by-wire doesn't need a lot of corrective input. Just keep making small adjustments to pitch and roll as necessary. See the screw on the dash above the PFD? Use that as a guideline to keep us centered on the runway. For a visual approach, we have the track FPA mode activated. This will display the green velocity vector on your attitude indicator. Place it 3 degrees below the horizon to follow a 3-degree glide slope. To the right of the runway at the 4 colored lights called PAPI. They'll give feedback to stay within a 3-degree glide slope all the way down. If the PAPI shows 2 white lights and 2 reds, then we're on target. 4 white lights means we're too high, 4 red means we're too low. At 20 feet, pull back on the stick to kiss the runway, but be careful to avoid a tail strike. Threshold. Now shift your focus down to the end of the runway. Listen for the computer calling out retard, then set thrust to idle. 500. 400. 300. 200. 100. 50. Time to flare. 5. 5. Now return the side stick to neutral. Spoilers and auto brakes are activated.
ちゃくちゃリアルですね。かっこよすぎですね、これは。これでも止まってるんですけど、終わらないんですけど、このコックピットの中もめっちゃリアルですね、これ。このボタン類も何がなんやらわからないんですけど、これやったらこう全部ね、何が何とか全部出るんですよ、これ。でも終わらないっすな。めちゃくちゃリアルですわ。調整するって書いてるんですけど、どこへ行けばいいのかがわからないっていう。もうなんかコートダジュールみたいですけど、そうなんですか。何もやってないですけどね。あー、やばい、車がおる、車が危な。あー、なんかおかしなりましたよ。あー、もう止まらん止まらん止まらんと、やばい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 、暴走する、暴走する。わー、やばいやばいやばい、危ない危ない、全くやってないんですけどね。こないだからやってないんですけど、今日全く起動してないですね。でえらい突っ込んできそうになりましたね。結局これ何をするんでしょうね。これ機体を停止させるっていう割には止めても終わらないですけど、これ。それでこうね、右行ったり左行ったり、くね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 、この羽が魚の尾びれみたいにこうクイクイクイと。これまた天気がね、リアルタイムの天気らしいんですよ。だからほんまに雨降ってる感じやった。これでも雨が降る。まあでも八尾空港まで入っててびっくりでしたけどね。でもね、あの日本の飛行機は入ってなかったですわ。ああいう全日空とか ANN でしたっけ。基本そういうのは入ってないですね。これはどこへ向かえばいいのやら。いや、これも着陸したばっかなんですよ。着陸して止まれって言われてるんですけど、どこへ止まるんかが書いてないって。あくまでこれ向きを調整しろってね、これしか書いてないんですよね。ほんまのパイロット気分ですね、これね。リアルパイロット。
ま飛んでもいいんですけどね。なんかどうも終わりそうにないですね、これ。光加減めっちゃリアルですね、これ。この光の独特のこのね、まあ実写じゃないですか、これ。このランプのテカリ具合とかすごいですね、これ。立ちますか。まさかの勝手な離陸をするという。一番でかいやつですね、これ。で、一応これなんか25個はね、初めから入ってるんですよ。燃料切れですかね。で、これで持ってるやつを自分で選んでね、適当に飛ぶ感じですけど。水上になんか着陸もできるらしくて、水陸両用のあれもありますよね。あとはもう全部もう有料のねダウンロードコンテンツで、さっきこれで長崎行ってたんですよ。エアバスとかいうやつですね。まあリアルですよね。中までリアルですからね。旅客機3台ぐらいですかね。このエアバスとこのあれですか、マクドネルダグラスとかいう、まあ3台だけですかね。ああそうなんですね。これで日本のあれが入っとったらまたねよりいいんですけどね、全日空のあれとかね。
DLC もあるんですけど、なんかね、そんなにええのがないというかね。これでね、売ってるやつはあるんですけど、有料で。ほとんどでもあのプロペラ機が多いんですよね、なんか。謎のこのパラグライダーみたいなのもありますけど。ああ、そうなんですか。これでも買った1100円するんですよ、これ。なかなかええ値段ですよね。これ1750円。これがだから、まああと空港とかも販売してるんですけどね。まあ、やっぱ欲しかったら金払ってくださいっていう感じでしょうね。謎のこの戦闘機みたいなのもあるんですけどね。ああいうでっかいのがいいんですけどね、こういうね。これは飛行機なのか何なのかがあれですけど、空港もちょこちょこ売ってるんですよ。まあでもほとんどもう1000円超えですよね。高いのこれ3000円しますからね。なかなかええ値段ね。これもし全部買ったらもうとんでもない金額になりますからね。もうそんなに金余ってる人はもうまとめ買いとかするんか知らないですけど。さすがにポンポコポンポコ買えないですからね。まあ空港も多いですよね。こういう系も多いですけどね。これを買うとなんかさらに追加で、なんか動画ありますよね。一番高いのがこのプレミアムアップグレードっていう、これが一番高い、1万超えですからね。これも空港と飛行機とかがなんかセットになってるらしいんですけどね。ああ、とにかく高いですわ。全てはマネー次第ですね。まあこれ自体はね、ゲームパスに入っとるから金は全くいらないんですけど、普通に買ってたら6000円7000円しますからね。無料のやつだけはもう全部落としたんですけどね。ほんまの飛行機マニアじゃないと買えないですよ。ジャンボのでっかいのがあったらなんか欲しいな思うんですけど、ジャンボ系がないからね。この日本のこのマップが無料で入ってましたけどね。広島ですかね、これなんか。あーでも容量もまたよく食うからね、これね。結局本編とかこれ全部入れたら140-150ぐらいいくんちゃいますか。かなり容量食いますからね。さっきの DLC ももしまあ全部買ったとしても容量めちゃくちゃいると思いますよ。専門のあれ売ってますもんね、ハンドルとか。まあ確かにリアルはリアルですね。
まあ、これでだからあのワールドマップやったらあの世界中のとこから飛べるっていうね。これがなんかあれですね、あの有名なとこの場所をピンポイントで飛べるらしいですけど、これがやっぱ一番いいですね。もうほんまに地球まるまるいけるっていうね、恐ろしい状態ですけどね。これが日本ですよね。これまた拡大したらより細かく出るっていう。ほんまの Google マップですよね。でここに言ってたあの八尾空港があるんですよ。これ八尾って書いてる。これもずっとこうズームアップできるから最大ここまでズームアップできますよ。八尾空港、こっから南に行くとこのまた堺市がねありますからね。あ、堺って書いてるけど、堺もまた広いですからね。古墳までリアルに映ってますからね。中本の方ですね、これ。ああ、そのままほんまにやってはるから。うん、さすがにやばいですね、それね。まあ、あくまでも暗転して終わるっていう。この海の上にあの関空がねあるっていう。しかもちゃんとあの滑走路の番号まで全部入ってるっていうね、すごい作り込みですよねこれ。ランプなんとかとかいろいろ書いてますけど、24L とか。ほんますごいっすね。これでね、自分の行きたい、まあ、初めの空港を選んで、降りるとこを選んでって感じですよね。天気条件もこの今の最新のライブの天気情報とかね、まあ、自分でも帰れるんですけどね。あえて雨で飛ぶとかそんなのもできるんですけど。あとこの時間も今はこれ8時ってなってますけど、リアルタイムで5時15分でできますからね。台風が来てる時とかそこを飛んだら激しいとこ飛べるみたいですけどね。あーでもほんまに地方空港まで入っとるからほんますごいですよね。神戸空港も入ってますからね。はじめこっから飛んでたんすよね。ほぼほぼ PC 版と変わらんって言ってましたからね。逆にあのマニュアルとかこっちの方がめっちゃ丁寧に作ってるみたいですね。日本語対応はやっぱでかいですよね。これ全部英語やったらねちょっと厄介ですけど。あ、平方がある。高槻とか、キサベ、キサベなんてありましたっけ、そんなとこ。
からこう日本語やってるだけでも全然やりやすいですからね。さっきのあの長崎空港がちょうどここにあったんですよ。これここになんか基地があるんですね。これね、大村なんとかとか36番滑走とか大村航空基地っていうんですかね。こっちにちょうど長崎空港があるんですけどね。操縦がちょっと苦手な人とかはあのオートパイロットとかもできるから、それで飛ばして周りの景色見たりとかね。全部が全部やる必要はないんですけどね。すごいですよね。ここまで作り込むっていうのはなかなかないですからね。これがあれっすよね、福岡空港ですよね。確かケンさんがね、なんかこの辺らしいんですよ。ほんまにすごいですね。日本のあれさっき追加しとるから、あのだいぶ細かくなってると思いますよ。埼玉羽田空港とか、すごいですねこれ。こりゃでも地図見てるだけでもいいですね。これなんか風の状態とかもリアルタイムで出るらしいですよ。これで雨降ってるバージョンとか。はーい、まあこっちもちょっと落ちますわ。あ、実際に飛行機飛んでますやん。これ飛んでる飛行機もリアルタイムで表示されるらしいですかね。それがまたすごいですね。よっしょ、さあ、ではではでは。こりゃいいですな。地球まるまるいけるっていうのがすごいですね。さあ、ではではでは。